皆さんこんにちは、ラングジテオスの吉武です。今日は地方移住、乡下移住について紹介された文章を紹介します。では聞いてください。最近地方での暮らしを希望する人が多くなり、さまざまな目標を描いて移住を検討する人が目立つようになりました。100人の方が100通りのライフスタイルを求めていると言っても過言ではないでしょう。例えばテレワークを活用して新たなライフワークを送りたい、都会で身につけたスキルをもとに地方で起業したい、大自然の中でのびのびと子供を育てたい、農業、林業、漁業など自然を相手にする仕事に就きたい、老後に豊かに過ごすために野菜作りなどを楽しみながら暮らしたい。あなたはどんな暮らしを探していますか？移住の手引きではあなたの希望する地方移住のあり方を一緒になって考えていきます。今さら聞けない UIJ ターンって何？移住の話をしているとよく出てくる言葉、 I ターンや U ターン。例えば U ターンラッシュなどは聞き覚えがあると思います。人がある場所から別の場所に行き、また元の場所に戻る動きのことをU ターンと言います。では、移住の話の時に出てくる I ターンや J ターンとは、わかりやすく説明していきます。U ターン、地方からどこか別の地域へ移り住み、その後また元の地方へ移り住むこと。I ターン、生まれ育った地域、主に大都市、からどこか別の地方へ移り住むこと。 J ターン、地方からどこか別の地方、主に大都市に移り住み、その後生まれ育った地方、近くの大都市よりも規模の小さい地方大都市圏や中規模な都市へ戻り住むこと。はい、いかがでしたか？では単語や文法を確認しながら一緒に見ていきましょう。最近地方での暮らしを希望する人が多くなり、さまざまな目標を抱いて移住を検討する人が目立つようになりました。暮らしというのは生活の意味です。目標を描く、目標を描く、設定目標の意味です。目立つというのは鮮艶の意味です。検討というのは考えるの意味ですね。ようになる、变成の意味です。近年来越来越多人带着各种目标考虑能移居乡村生活。100人の方が100通りのライフスタイルを求めていると言っても過言ではないでしょう。100通り的这个通り是种类种、100通り100种类の意味ですね。ライフスタイルというのは生活方式、ライフスタイル。求めるというのは追求。と言っても過言ではない。可以说也不为过。可以说什么什么也不为过の意味ですね。と言っても過言ではない。可以说一百个人追求着一百种生活方式也不为过。
例えばテレワークを活用して新たなライフスタイルを送りたい。テレワークというのは遠端工作。新た是那形容詞、新的的意思。ライフワーク生活方式の意味ですね。例如利用遠端工作来开启新的生活方式。都会で身につけたスキルをもとに地方で起業したい。身につける、これは学到的。スキルというのは、技能。何々をもとに、根据の意味ですね。将在都市中学到的技能運用于地方创业。大自然の中で伸び伸びと子供を育てたい。伸び伸びというのは、無忧無虑の意味です。在大自然的怀抱中无缘无虑的抚养孩子。農業、林業、漁業など自然を相手にする仕事に就きたい。自然を相手にするというのは、面对自然。跟自然一起。自然を相手にする。仕事に就くというのは、就業の意味です。投身于農業、林業、漁業等与自然相关的工作。老後を豊かに過ごすために、野菜作りなどを楽しみながら暮らしたい。豊かというのは丰富。ために、ながら是一边做什么的意思。丰富退休后的生活、享受种植蔬菜等乐趣。あなたはどんな暮らしを探していますか？那么你所追求的是什么样的生活呢？移住の手引きでは、手引きは指南、移住指南。あなたの希望する地方移住のあり方を一緒になって考えていきます。あり方是一个状态的意思，将会与你一起思考。帮助你找到理想中的乡下生活方式。今さら聞けない UIJ 単って何？ UIJ 単是什么？移住の話をしているとよく出てくる言葉が I 単や U 単。在讨论移民话题时常常出现的词语 I-town、U-town。 例えば U-town ラッシュなどは聞き覚えがあると思います。例如 U-town ラッシュ、返乡高峰 U-town ラッシュ之类的，我想应该有听过。聞き覚えす、听过的意思。人がある場所から別の場所に行き、また元の場所に移る動きのことを U ターンと言います。人从一个地方移动到另一个地方后，再回到原来的地方，叫做 U ターン。では移住の話の時に出てくる I ターンや J ターンとは分かりやすく説明していきます。那么在移住话题中出现的 I ターン和 J ターン是什么意思呢？让我们简单的说明。 U ターン、地方からどこか別の地域へ移り住み、その後また元の地方へ戻り住むこと。
移り住むというのは移住の意味です。 U 段从乡下移居到某个其他地区，随后又返回原本的地方定居。I 段生まれ育った地域、主に大都市からどこか別の地方へ移り住むこと。I 段从自己成长的地区，通常是大城市，移居到。J 段地方からどこか別の地域、主に大都市に移り住み、その後生まれ育った地方、近くの大都市よりも規模の小さい地方、大都市圏や中規模な都市へ移り住むこと。J 段从乡下移居到某个其他的地区，通常是大城市，随后返回到原本长大的乡下附近的，比大城市规模还小，交大地方城市圈或中型城市定居。